すごいよ。だからもう田中の代わりいっぱいやってさ、大変ですよ。だからもうようやくだからちょっと一段落ですわ。でもほらね、オリジナルの絵本をまた出すから忙しいんじゃないの。これはもう書き終わってるから、オリジナル絵本ってのはもう去年の後半に暮れから。何なのそのオリジナル絵本アプリで公開っていうのは。これはあの煙突町のプペルっていうやつ。パクリじゃないかさ。プペル1プペル2ペプルみたいな感じ。言えねえんだな。言うな。どんどん金が儲かるシステムになってます。ネズミ講ですよ。いや違うわ。あこれピーちゃん描いた絵。そうです、そうです。おうめえじゃん。うまいですよ。うまいうまい。はい、おう、あ宇宙好きだからな。どういうことだよ。宇宙好きじゃん。いやだからうまいじゃん。星とか。星とかいいでしょ。アマガエルっていうねタイトルなんです。でまあ要は少年が成長していくっていう、まあそんな感じの話なんだけど、でそれをあのずっとなんかアプリでなんか見る用の絵本なんだ。いろんなタレント、鶴野武とかなんか他にもいろんなやつがやってんだけど、あそうなんだ。そのうちのシリーズの一つで俺に頼まれて、これはもう去年の暮れずっともう連日だから、それこそ大晦日まで。あそう。事務所でずっと延々描いて。おいいじゃん。でもなんか味のある絵でさ。これなかなか自信作です。いいいいいい、朗読も吹き込んだんですよ。あなるほど。自分で読んで、でアプリでこれを見ながら聞けるようになるんだけど、ははは、うん、それで向こうのスタッフがさ、いやこれ素晴らしいんで、ちょっと紙にもしたいですねみたいなことは言ってたし、古典とかやりませんかみたいな。あそう言ってたから、いやまあ俺も西野的にはそれはいいかなみたいな。なんで西野にそんな憧れちゃってんの。いやなんかさ最近そのね絵本もそうだけどさ、なんかまあ俺がほら本出したじゃない。あのなんか演歌歌手のなんか新曲みたいな、あのジャケットみたいなやつだろ。そうそうそう、演歌の新曲みたいな。あれとあれ売れてんのあれ。なんかそう結構なんか増刷決定したのかなとかって。すごいじゃない。言ってたけど。初版いくつすったの。初版2万5千とかって言ってた。すごい。いや俺よくわかんない、本出したことないから。いや今ないですよ2万5千。さすが。そうなの。でも本当知らないんだね。さすが日本一の MC。 いやいや、さすが一日郵便局長のね。一日消防署長だっけ。ちゃちゃ、なんだっけ。だからいやさっきさ、俺一日、ね、消防署長のつもりで来たんだけどみたいな。いや立てるようなことじゃないよ。サモリとつながるぞ。いいわ。ハルさんに勝つって言ってもらわなきゃ。今日のホームランみたいに振り返るわ。パチパチじゃないわ。それでさ、そのほらピーちゃんも年末にあの芸人ジンゴって、芸人ジンゴ出しました。出したじゃない。あれが初版8000ですから。あ、あそう、お天下の俺でですよ。もう出版業界っつったら、だって俺はもうあれで有名な俺が8000ですからね。頑張ったじゃん。だ今どんどん出版業界先ぼくそりになってるから。まあ、まあ、昔だったらやっぱだって俺あの日本言論の後のやつって初版20万ですから。だって日本言論あれ 何十万売れたんだっけ。あれが75万。あそんないった最終的に、はあ、ボロ儲けですよ。いやらしいこと言うな。いやいや、まあでもそうね、あの頃すごかったよね。そうです。それがもう今大体5000円すればいい方ですよ。そういうもんなんだ、うん、それが何2万、うん、最初なんか2万5000とかって言ってたけど、いや知らないよ売れてる。しかも再販したの。まあまあ一応な、すごいよそれは。じゃあ10いくよきっと。いや10はこのご時世無理でしょそら。いやいや全然その勢いだったらいきます。だ2万がもうはけたわけでしょ。いやはけたかどうか知らないよ。だって発売になって3日後ぐらいに増刷決定しましたとかって言ってたから。それはすごい。そのパターンですよ売れる本っていうのは。そういうもんなの。そういうもんです。ボロ儲けですよ。ボロ儲けです。夢の印税生活。夢の印税生活。秋元康。後輩が本屋さんとか行ってとかさ、なんか何人かから写真送ってくんだけどさ、ピーちゃんのその芸人ジンゴと俺の本がこう並べて売られてんだって。太田上田。太田別に俺らコンビじゃねえのにさ、なんかやたら並べてあるらしい。嬉しいじゃんそれでも。いやまあありがたいけど。サイン会とかやる2人。そうだな、コロナ明
けたらやるか。まる。いや、この番組の企画でどっか行けんじゃん。いいよな。サイン会。サイン会。それはやろう。そしたらまたボロ儲けですわ。